はい、今日は9月の28日夜8時25分現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ニアル版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今日も皆さんに届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、今日ね、昨日ですかね、昨日の新聞に死刑判決から再審請求で判決が下りて、袴田さんですね、無罪が宣告ね、判決が言い渡されましたね。この判決主文というのをね、これすべてこのようにしてね、新聞に掲載されているものを全部ね、何回も私ね、読み返したんですね。と言いますのは、皆さん、最近の我が日本国の司法というところの権力ですね、どうもね、私は長年愛国思想としてね、活動したわけなんで、つまり愛国者としてね、自負しているんですが、本当にね、今から25年前思い出すに、私がね、27年前、私が今77ですから、50歳の時ですね、50歳のなる時でした、ね、私は皆さんに広報しておりますように、何でも屋、ね、をやっている、つまり便利屋ですね。これを昭和56年から起業してやってきている中で、ね、役所に出入りするようになってからね、どうもこの役所の職員の市民に対する対応ですね、仕事で役所にね、戸籍謄本を取りに行きたいんですがね、身内がいないので便利屋さん一緒に行ってもらえませんか、ある時は印鑑証明を取りに行きますのでご同行していただけませんか、このような仕事がね、よくあるわけなんですね。このようなことでね、役所に出入りするようになって早40年近くなるんですが、この中で私が最初が48歳の時だったと思うんですね。土曜日の夜、見積もりに行って、南からね、帰りしなに、大阪千日前から生駒に向かって帰る通りを、308号線の通称産業道路といって、今だとロータリー、今はね、ロータリーがありませんが、昔ね、そうですね、50年ほど前ですかね、50年ほど前までは、あのちょうど今だとロータリーの真ん中にね、花壇があって、そこまでね、チンチン電車という路面電車ですね、これが千日前からずっと来ていて、そのロータリーでくるっとその電車も回るわけなんですね。そしてそのチンチン電車と言われるものは、電車が路面電車が走っていて、その上にまだあのトロリーバス、今の若い子などはほとんどね、見たこともね、トロリーバスって何ですかと言われるように、要するに電気で走るバスですね。東電上には電線、大きなワイヤーのような電線が張ってあって、その電気でバスが走っていたわけなのに、そのような時にね、そういう思い出のあるんですが、今はね、もう
40年ぐらい前にそのロータリーもなくなったんですが、その産業道路ね、千日前南に夕方ね、だいたい6時ぐらいだったと思うんですが、見積もりに行ったわけなんですね。要するに中のね、家庭内の模様替えしたいということね、売り出し中の、そうですね、本当に高級のマンションでね、4つのお部屋があって、それにキッチンがありますから、ね、本当に大きなマンションだったんですが、そこの部屋のね、模様替えをしたい。ということで、その見積もりに行ったわけなんですね。夕方6時ということで、そして30分ぐらいね、終わって、そして帰りに着いたんですが、どうも、布施の方へ来て、柳通りというところまで来たわけなんですね。その柳通りに来た時に、もう車がね、停滞して、なかなか進まないわけなんですね。そうした時に、私は、今日は土曜日なのに、車もね、少ないのに、なんでこっちね、いつもやら、もうね、難波から帰ってもね、20分ぐらいで帰れるわけなんですね。その時に、見積もりですから、軽量のトラックで行って帰りだったんですが、さあ、のろのろ5メーター進んで、またね、2、3分止まるというような感じだったんですね。そういう流れの中で、ね、1時間、ね、40分かかったわけなんですよ。現場に来るまで。ね、その現場というのは、片側通行にしていて、大阪ガスがガス工事をやっていたわけなのに、当然夜の工事、夕方から始めて、ね、片側通行、ね、この片側通行にするということは、かなり、ね、整備をして、ね、ガードマンを設置して、手前から、要するに、何メーター先にはガス工事をやっております、ような工事形態を、ね、これ、私は、その頃ね、東大阪市の大発ビルというのがあって、そのね、左、北側に行くところを、はいはい、今ライブ中なんで、後で電話入れますわ。はい。ね、そして、この中で、大発ビルの北行きに、川俣幹線というね、下水道工事を河野池組がやっていたので、ああ、夜河野池組がね、大工事をやっているから、だからこれ、片側通行かなんかで混んでいるのかなと思っていたわけなのに、ところが、1時間30分ほどかけて現場に来ました。ところが、この河野池組はね、その時、工事をしていなかったわけなのに、それから300メートルぐらいの進んだところが片側通行にしていたためにね、1時間40分ね、難波から普通なら20分ぐらいで帰れるところ、1時間40分まで来たところに私の事務所の本当の近くを片側通行にしてガス工事をやっていたわけなのに、その頃、ね、私も、この道路工事の形態ですね。例えば、ね、安全柵や仮設歩道や、ね、赤色灯や、そのような、ね、あまり知りませんから、ね、ああ、工事をするときにバリケードなんか作って、看板立ててやっているんだな、そのぐらいにしか思っていなかったんでね。ところが、その現場に来たところ、ね、片側通行ですから、当然国道ですからね、土曜日の夕方でも車が多いわけなんですね。そうしたところ、ね、手前にガードマン一人と、向こう側、当然ね、向こう側も止めますね。片側通行しますから。そうしたところ、もう、それは確かね、10月ぐらいだったんですね。ですからもう、7時になったらもう暗いですね。さあ、暗くなっているところの現場でね、ユンボも、ちっちゃいユンボを持ってきて、ね、穴を掘っていたんですが、その現場をね、照らすだけの投光器がね、その頃投光器で丸いね、あれをね、2つほど現場へ向けて照らしていたんですが、
歩道は、ね、もう何も柵も何もせずに、ね、オーハンマーが、ね、A の方が、その横たわって置いてあったわけなのに、そこを、ね、自転車の人がその歩道を通るときに、当然降りて、そのオーハンマーの A をね、またうように、自転車を持ち上げて、前を持ち上げて、後ろを持ち上げて、通られたわけなのに、それで私はね、こんなずさんな道路工事のやり方があるのかなと思ってね、その片側通行を通り越して、もうね、あと100メートルほど行ったら私の事務所でしたからね、ですから止めて、邪魔にならないところで止めて現場に行ったんですよ。ね、その時に監督さんいてまっかと言って行ったわけなのに、そうしたところをね、監督らしきものが私ですか、ね、ね、おたくらはこんなね、工事をするのに、立ったガードマン二人で、ましてやこの歩道に、大ハンマーとか、ね、横倒しにされてるのを人通るところないではないか。ね。そして、もっとね、看板も見るように、蛍光灯、ね、投光器を、ね、あっちにもつけなければならないのではないか、というような、このような要望ね、言ったんですよ。ね。そうしたら、ね、すいませんと言うんで、いや、すみませんというよりもね、ちゃんとして、ね、横断歩道でも人が通るときには安全に、それをやるのがあんたの仕事と違うんか、言うて、ね、私がちょっと強めに言って、ね、ちゃんと設備してから工事をやってやっと言って帰ったんですよ。ね、さあ、それから10日ほどして、朝、突然、ね、ドアをバン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 叩いて、ね、えらい6時ぐらいに、ね、騒動し、ドアの玄関ドアを叩き方してるな、出て行ったら、ね、布施警察の刑事の連中だったわけなのに、そして逮捕状が出とる、玄関口で逮捕状を示されて、ね、今からちょっと捜査するぞと言われて、ね、自宅兼、ね、事務所、そこへドカドカ5、6人が上がってきて、ね、電話帳や、そして仕事の通帳や、ね、さまざまなものを、ね、ガサガサがやって、ね、1時間半ぐらいだったかな、そうやって、ほんで、何時何分、逮捕すると言ってね、確か7時半頃ですわ、ね、ガサガサやってから、ね、で逮捕する、手錠をかけられたわけなのに、その逮捕要件が、強要罪と、私もね、そんな、それまで刑事事件などはね、一度も起こしたことがなかったので、ね、やんちゃはしていましたが、ね、それは傷害とか喧嘩やってね、何回はお世話になったんですが、そのようなね、強要罪だと言って逮捕されたわけなのに、そして、ね、強要罪とは何だというのが最初ね、わかりませんから、ね、留置所行って取り調べになった時からね、なって、んで、強要罪とは何や聞いたら、ね、義務なきことを行わせたがための罪、さあ、ややこしてるのに、義務なき行為、ね、義務なきことをね、行わせたがための罪というのは、相手に、私が、ね、ちゃんとして工事をやれよと。ね、この指摘すること自体が、私には権限がない。権限がないのに、相手に対して、ね、その権限というのは誰にあるかといったら、警察にあるというわけなんですね。ここで私がね、3日ほど前に、ね、あ、昨日、おとといですかね、大阪市の水道局の工事の工期延長の警察の許可書、ね、道路工事を行うので、道路使用許可書を警察に持って行ったら、ね、いろいろ協議の結果、仕事を工事をするのに4ヶ月遅れと。ね、そのようなこと、さらに、
ね、地元の自治会長と協議をして1ヶ月遅れた。さあ工事を始めたら地元住民からうるさいと、騒音がうるさいとクレームがついて3ヶ月遅れたか、これなんですよ。ね、私はね、この今から27年前に突然逮捕されて、その頃ね、バブル全盛期でね、昭和50年代といったらね、本当に忙しかったんですよ。ね、その頃ね、私もたくさんのアルバイトやね、職人を抱えていました。突然逮捕されて、しかも強要罪で逮捕されて、ね、そして不正所の留置場ですわ。ね、この強要罪は、許可書を持って、ね、それに違反しているのであれば、まず私の方から警察に電話をして、そして、ね、警官が来て、警官がちゃんとその使用書通りに仕事をね、やるように。これが警察官が許可をやった以上は、取締りの方も警察官にあるんや。ね、私その頃、ね、そのようなこと一切知りませんのでね、むちゃくちゃな工事定価をね、携帯でやっとったんで、ね、安全など、通行の安全などに、一切守られていなかったので、ね、なんでこんなむちゃくちゃな工事してるんや。な、真っ暗なところで、人が通るところも真っ暗やないか。なんで投光器をつけてないんや。このようにことを言って、ほんでちゃんとしてからやるや、言って帰ったものは、なんと、刑事曰く、ね、私が工事やめとけ。大阪はその工事やめとけ。行って、ね、ほんで止めた。だから工事が遅れた。それを止めたのがお前だということにされたわけなのに、そしてね、毎日の取り調べですね、なんでこういうことしたんだ、このところに、ね、私はね、もうこの赤い車ねを作っていたわけなんですね。赤い小さな車を作っていたわけなんですよ。それでね、私はね、右翼活動ね、タウンエース、その頃タウンエースだったね、大きなスピーカー前と後ろにつけてね、やっていたんでね、私が右翼だね、右翼でね、工事を止めたね、このように布施警察の刑事の連中らは、事件屋はそう判断したわけなんですね。そして、無理やり、ね、強要罪で逮捕して、そして、ね、なんと、宮古島、高知署へ送られて、ね、接見禁止。そのまま初めてだった。誰も、ね、皆さん、普通のね、人たちはわかりませんね。接見禁止というのは、ね、身内であろうが、友達であろうが、誰であろうが、弁護士以外は、ね、面接ができない。面会もできない。ね。そのようなことをね、なんと、10ヶ月ですよ、私。最初から。ね。要するに、警察の、ね、嫌がらせで、要するに閉じ込めなんですね。義務なきことをや、ね、行わせた方のための罪。これで、私はね、求刑、1年だったんですよ。ね、そして求刑1年で、もう1年間見せしめで、ね、拘置所に閉じ込められて、1年経ってから判決なんですよ。ね、被告人、ね、被告人を懲役10月に処すというんですね。この10月に処すといった時には、もう私はね、1年ですが12ヶ月ね、拘置所におったわけなんです。普通ならば、ね、懲役10ヶ月だったらもう1年おるので、ね、当然この、ね、交流されたその日にちのね、通算がもらえるはずなのに、なんと残刑、ね、3ヶ月残ったわけなんですよ。ですから、1年5ヶ月なんですよ。賞味ね。3ヶ月刑務所に行ったんですけども、
高知署、宮古島の高知署に1年いましたからね。しかし私はね、この日本の法律は裁判は三審制となっていますね。要するに最初ね、一審で有罪となればそれを控訴してね、それで不服があれば最高裁までね、このような三審制になっていますが、私はね、活動、武力団体の活動をしながらに、その控訴するよりも、ね、悪法も法だというね、そのような本当に詳しい思いをしたんですが、この時にね、私は道路工事を行う時には、どのような設備をして、どのようなね、形態をして行わなければならないのかというのをね、徹底的に自分なりの独学で勉強したわけなのに、弁護士に頼んで、ね、業者が警察に出している道路使用許可書、そして、ね、このガス工事とか下水道工事というのは、役所が出す、ね、公共工事の場合は、役所が出す道路使用許可と、警所轄ですね、警察が出す道路使用許可書が2部、ね、同じものがあるということで、そういうことも分かってきました。そして国土交通省が決めている、建設省ですねが決めている工事の形態ですね、そうしたところにね、工事をマンホール一つを、国道のマンホールを一つを入れ替えるにしても、まず200メートル手前より工事予告看板を50メートル沖に設置することね、そして現場に行ったら、車線減少看板、工事、ね、定義を工事用看板、ね、さらにはガードマン、そして安全柵、仮設歩道、赤色等、ね、夜になったらちゃんとしてやるようにというね、20項目ぐらいの、ね、そういう取り組まりの法が制定されていたわけなのに、それを、ね、私は、ね、みっちりと勉強して、ね、自分で認識で、ね、知識や、ね、頭、ボンクラ頭だったので、いろんなね、その道路交通法がどんなものであるか、ね、ガス工事がどうだ、水道工事がどうだ、下水工事がどうだといったときに、いろんなね、雑学の本まで、ね、読み漁って、そして認識したわけなのに、この右翼運動をやっていながら、ね、まともな会社を、ね、経営していながら、ね、右翼運動をやっていましたから、ね、この警察は私がね、商売せずにどうもこの外線車で、ね、不法な工事をやっているところにクレームをつけて、ね、そして金を、何ぼかの金を脅し取ろう、このようなことを企んでやったんだということを最初からそのような認識で来ていたわけなんですね。ところが私はね、役所の不祥事、いろんなことを認識してから独断でそういう活動をするわけに、ようになったんですね。それが一番最初に、私が48歳、まるまるね、2年間ですね、もう帰ってきたらね、会社ガタガタですね。見積もりができませんから、見積もりできなかったら仕事が取れませんに、開店休業になったわけなんですね。そしてね、それでも私はね、負けずに活動していたわけなんですよ。そうしたところ、今度ね、私のね、事務所兼委託ね、自宅の電話通じなくなったわけなんですね。なぜ電話が通じなくなったのかというのは、ちょうど前にね、私が住んでいたね、前にパチンコ屋があったわけなのに、そのパチンコ屋が解体したわけなんですよ。そうした時に、その解体工事によってね、私の電話線、家に引き込みの電話線をね、切っていたわけなのに、切っていたというよりも、どうもこの解体したね、パチンコ屋の建物に、うちの私とこの電話の線がね、壁に取り付けてあって、そしてそこから家の方へ引き込みやったやつを、この解体屋がその電話線の壁についとったやつを外して、
そのまま垂れ流して下にね、放置していたみたいなのに、それわかりませんから、ね、ある日ね、夕方、雨降ってきたわけなのに、そうしたところ、ちょうどね、その頃、携帯電話がね、出てきた自分だったんですが、携帯でね、家に電話しても、ね、ずっと、ね、ブーっと行ったままね、話し中でもないんですよ。繋がらないんですよ。おかしいなぁ、思ってね、京都からの帰りだったんでね、そして何回しても、電話ブーっと行ったままだったんで、で帰ってきたんですよ。ね、雨降ってました。そして家に帰って、ね、電話取ってみたら、うんもすんも言わないんですよね。普通になってるんですよ。それわからないので、今度、あくる日に、ね、近所の、ね、電話借りて、ね、電話屋に電話したんですよ。ね、そうしたところが、ね、夜ですから、ね、その帰って雨降ってる中でやったら、30分ぐらいしたら電話、113電話したら来たんですね。そして、見てくれたんですが、ね、いや、これ、どこも悪くないですよ。電話をね、全部取って、ほんで調べてくれたんですが、なんと、表に出てね、土砂降りだったんで、この来た時にね、最初、いや、どこも悪くないですよ、と言われて、また今度、こういうね、その来た時になったらね、一回電話もらえませんかと言われたんで、ね、あくる日になったから繋がったんですよ。ね、おかしなもんで、電話屋が来て、ね、やっても何にもなかったね、これわかりませんね、言うて、で、帰ったところが朝になったら繋がったわけなのに、そして一週間ぐらいしてね、また、普通になったわけなんですよ。本当、その時に電話屋さんに言うて来たら、電話屋が、ね、これ、ね、携帯電話に直接私に電話してくださいって言って、そして、それ電話したら来てくれたんですが、その時はね、雨じゃじゃ降りやったんです。ね、上、外の方をどうもやっていたら、ね、先ほど言いましたように、壁に取り付けられた電話線、ね、垂れ下がっていたのが、下水のね、ところに放置されていて、つなぎ目が雨に濡れていたらしいのに、だから漏電していたわけなんですよ。それをね、修理屋さんが、ね、あの紙を、買い物袋のナイロン袋でね、くくんで、前の柱にね、くくりつけて、明日、ね、本工事に来ますから、朝一番に行きますから言うて、帰っていったわけなんですね。そして来て、電話をね、直してくれました。さあ、その時に前に解体していた工事屋に私が電話したわけなのに、そうしたら、ね、その解体した親方が来たわけなんですよ。ね、で、私は苦情を言ったんですよ。ね、おい、自分はうちのこの電話な、垂れ下がって、1ヶ月おかしな、わしも商売しとるけども、な、電話普通になって、な、1週間ぐらい普通になってたんや。ね、もう治ってますがな。こんな言うわけですわ。ね。どういうことや。こんならしい被害届を出すわ。言うて、ね。それもちょうどね、土曜日だったんだかな。そして私はね、事務手続きをして、ほんで不正書を言ったんですよ。そうしたら相手がもう来とるんですよ。被害届がなんか相談に。私も言ったんですよ。しかし、ね。相談員が、いや今日はもうね、みんな担当者がいないので、ね。月曜日に来てもらえませんかって月曜日に行ったんですよ。ほんで被害届を出しとったんですよ。ところが、それに今度は、恐喝未遂で、ドッカーンと逮捕に来たんですよ。皆さん。ね。そのようにしてね、私は、ね、身に覚えのないことでね、そのようなして、一番最後の、ね、名誉毀損で逮捕に来た時などね、本当にね、とんでもない、今の、ね、司法のあり方、要するに、ね、暴力団を、ね、薬剤さんを暴力団として、もう人権侵害するような、ね、ことを法をかぶしていますね。右翼団体にも同じようなことをやられてきたわけなのに、それにも私はね、撃たれても、抜かれても、絶対に自分の信念は曲げないということで、ね、現在までこのような活動をしているんですが、本当に、ね、あの、袴田さんの無罪、ね、これ、
読めば読むほど、ね、日本の司法は本当に腐っているなということをね、はっきり認識することができますね。さあ、皆さん、ね、このような自分たちの国の、ね、司法、歪んでいる。それはなぜか、ね、なんでここまで歪んできたのか、というのは、私がいつも皆さんにこうしておりますように、戦後、学校教育、ね、アメリカがたった10日間ぐらいで作った、ね、この法律、学校教育基本法、ね、道徳心の欠落した学校教育を行ってきたものが、現在、ね、政治家の主軸になっていますね。今、ね、私たちの、ね、国で、この新聞見たら、100歳以上の人が9万5000人いるということが報道されていますね。その人たちは、戦争というものを、ね、体験された人たちなんですが、今、政治家でやっている、ね、80歳のまでの人たちというのは、ほとんど戦争というものは知っていても、怖かった、恐ろしかった、怖かった。この人たちしか私は知りませんに、ね、と、80歳までの人はほとんどね、戦争を知らないと思うんですね。その中に、我々、ね、日本人の今の国は、戦争を知らない者が、ね、戦争をこんなものだという教えてもらっているんですが、偏向教育というのは、歴史を否定した、我が日本国の本当にいい、ね、歴史を否定した、解体したような道徳心、ね、教えない、道徳を教えない、ですから、自由人権平等平和、ね、このようなまやかしの学校教育で育ったものが、ね、現在、本当に恐ろしい社会になっている。ね、全国で、ね、連日、強盗、昨日もそうですが、今日もありますね。5人でマンションかどっかにバールを持って叩き割って、強盗に入って、ね、そういうのがもう平気で起こるようになってきた。ね、私が2回目の、ね、電話の、それで恐喝未遂で逮捕されて、今度は1年半ですよ。ね、自分の事務所の電話線を切られて、被害が多たのに、ね、金を持ってこいと言った。そのようにして作られて、ね、本当にこのようなね、恐喝未遂が、ね、これが2回目でした。ね、それでも私はね、ぐっとこらえて、ね、悪法無法、こういう活動をしてやっていく限りは、ほとんど人ならね、このようなことで仕事をしていたら、もうその時点でね、2回目に恐喝未遂だと言ってね、自分の事務所の電話線を切られて、相手が金を持ってこいというのは、ね、右翼団体、ね、そして会を持って活動している、そのようなものに網をかぶせてきた。ね、そのようなことで、ね、そして、ね、一番最後、ね、私ね、48から、ね、60歳、つまり12年間ですよ。そのような、ね、事件でもないことを事件にされた。最後にね、逮捕されたのは、ね、平成、ね、20年ですよ。ね、突然、ね、この府警本部と門真市の警察が来て、名誉毀損だ。さあ、この名誉毀損の話を皆さんちょっとしていきましょうかね。名誉毀損で逮捕された。ね、これは逮捕あり得る。ところが、ね、その判決というのは、処分というのは、まず罰金刑なんですね。名誉毀損というのは。私の場合は、罰金刑になかったんですよ。ね、どのようにして名誉毀損が作り上げられたか。その根本的な話をしてみましょうね。平成18年に、ね、私のところに、寝屋川の工務店の社長が訪ねてみました。ね、すいません。私はこういうね、工務店をやっていて、もんですが、耐震偽造したマンションが出来上がったんですよ。ね、
今マンション工事をやってるんですよ。あれどうも耐震偽造してるんですよ。ね、こういう相談があったわけなのに、そしてね、15センチぐらいのこのぐらいの厚さのね図面とか様々なそのマンションのね建築のあの図面を持ってこられました。ね、なぜその社長が来られたかというと、その工務店が一つのマンションですね。3階建てで56室ある部屋のね、ワンルームマンション。ちょうど枚方市の須山町というところでね、外国語大学があるわけなのに、須山町に。そこの新入生、3月完成、2月完成を目指して、ね、56室ある3階建てのワンルームマンションを、ね、私がね、受けて建てたんですよ。ね、ところが、ね、隣に同じ設計でもう一つのマンションね、今、スタートしたんですけども、どうもね、私が建築したね、ものと、隣が同じ図面なのに、やっているね、基礎が違うんですよ、という相談だったわけなのに、それをその時に、その社長はもう枚方のね、建築指導課や、ね、そういうところには行きました。枚方の警察にも行きました。ね、あれは、ね、基礎をやっていない。その上に工事をやっている。ね、もう物を建てている。柱を組んでいる。ということをね、それを、これはね、耐震偽造ではないか。ということを相談に行ったけども、門前払いされました。と言われたんですね。しかしそれは危ないから、なんとか、ね、なりませんか。と言われて、そしたら、私をどのようにしてお知りになったんですか？って言ったら、ね、私の友人、堺の仙北にね、私の知り合いの建築屋さんがおって、ね、私を訪ねて行ったらどうやと言って、ね、電話を教えてもらったから、よしてもらいました。こういうことだったのに、そして、ね、私説明されたのが、自分がやったマンションの基礎はね、64本の杭を打ったって言うんだよね。一番長い杭で、要するに地盤が柔らかいので、ね、設計の図面から、ね、長い杭は6メーター、5メーター、4メーター、このようにしてね、周りにね、全部これ杭を打っていったって言うんですね。この建物のマンションのね、周りに。そして、自分のところは64本建てて、これマンション3階建てを建てたんですけども、隣の、ね、こちらのね、同じように、全く同じの、ね、この建物、この私が今持っているね、図面と同じなんですが、ここは、ね、この真ん中に、ね、3つのところに、おかしなことをしたんですよ。ね、建てる前に。夕方見ていたら、ね、大きな、ね、つまりユンボを持ってきて大きな穴を掘ったんですよ。3箇所。ね、直径2メーターぐらいの、深さね、2、3メーター穴掘って全部土を持ち出したんですよ。何をするのかな、穴を3箇所ほど掘ったのでね、何をするのかなという方見ていたら、ミキサー車がドッと来たって言うんですね。そのミキサー車が来て、そこに生コンを埋めていったって言うんですね。3箇所のこのね、この3箇所の穴に、ね、この敷地内の3箇所にね、生コンを入れていったって言うんですね。そして、生コンを打ってからそこに掘っていたその土をね、鳴らして、また隠したって言うんですね。それから、ね、1ヶ月後ぐらいにして、ね、この建築検査機構というところが、ね、どうも図面を出したら、土壌検査に来たらしいんですね。そうした時に、その土壌検査だったら、自分とこがやった時には、ね、地盤が、柔らかいから、64本の杭を打ちました。ところが、隣は杭を打っていないんですよ。ね、何をしたかと言ったら、なんと、そのコンクリートをね、流したところを、建築検査機構が来て、土壌検査3箇所やったらしいんですね。その監督と、そのね、建築ですね、設計事務所が、ここと、ここと、ここをやってくれって言って指定したところに、ね、当然、皆さん、1ヶ月もね、
地中に埋めた生コンネもカッチンカッチンに凍りますね。さあ土壌検査したところがね、むちゃくちゃ硬いですね。コンクリの上を検査するんですから、掘ってね、そして検査が通ったって言うんですね。だからそのまま杭を打たずにこのマンションが出来上がってきたわけなのに、このマンションが。さあこの時にこのことを言われて私のところに相談があったのにね、ならば私がその工務店の社長にこれを見ていたのはあなただけですかと聞いたんですよ。いや、もう一人います。それは誰ですかと言ったところは、このね、現場を受け負ったところの現場監督だおるって言ったんですね。うちがここを建てた時にね、一緒に知り合いになってね、夜ね、飯を食いに行ったりしてね、誘って行ったんですよ。だからこのここの現場の監督もそれを知ってるんですよ言われたんで、ならばその人ね、呼べますかと言ったら、呼んできますと。あくる日に帰りに3人でね、2人連れてきたんで事情を聞いたわけなのに、そうした場合にこれはね、何か書いてもらわないと、ここにねコンクリートを埋めましたということを書いてもらわないとね、ただ見たよ聞いたよではね、話になりませんね。もう下分かりませんが、家建ってますからね。そうしたところね、前のね、去年の10月何日ぐらいにね、穴掘ってコンクリートを流してるのを見ました、確認していましたということで署名捺印してもらったんです。それをもって私がね、その検査機構っていうのは淀屋橋のちょうどね、東南の角にあって、そこの8階にね、その検査、建築検査、民間で今申請書を出しますからね、そこの民間でやったというところに行ったんです。そうしたら私もね、そのようなね、図面専門にやっとる子で行ったと、検査機構というのを初めてだったんですが、あのパチンコ屋のね、あの台ありますね、背中合わせ、お客さんが背中合わせにやってますね。そこの会社はそのようなパソコン職員がね、だいたい6、7人ずつ片方へ並んで、背中合わせに並んでパソコンを前面にしてね、真ん中パチンコ屋の通路みたいにして、行った奥にね、長机がいて、そこにそこのね、担当所の所長がおられたわけなのに、その所長のところへこの工務店の社長と2人行って、実はこの建物、あんたとこで検査やっているこの建物の地盤、これ杭を打ってないけどもね、これは耐震偽造ではないですかと申請したわけなのに、そうしたところがね、その所長がちょっと待ってくださいと言って預かっている図面を持って出てきたわけなのに、そうしたところね、土壌検査したのはどことどこですかと言われたんで、このね、こことこことここだね、3箇所ね、この丸下とこことこことここですよ、ここにコンクリートを埋めましたよなってた時に、向こうのデータで土壌検査をしたところがぴったりあったわけなんですね。そしてその所長の顔色が変わったわけなんです ね。もうこれはね、検査も終わって、立ち上がって検査も終わって、もう完了というのをね、1週間後にもう配布するとこまで来てたんですよ。そうした場合にもう一度これね、調査しますと言って約束してくれたわけなのに、さあところがね、なかなか行政というものは検査するにあたっては、もう2月1月の末に私のところへ来て、2月の末に完成した、しました。で、学校は4月からですけども、大学ね、外国語大学の学生はね、もう通って3月になったら、だんだん卒業したらこのワンルームマンションに入ってきて、もういっぱいになったわけなのに、さあここから私のこの赤い車が活躍したわけなのに、というのはこの耐震偽造されたマンションはね、当然住めるわけがないんですね。ところがもうみんなね、満杯になっている学生でね、それを私がね、広報していったわけなのに、枚方の建築検査機構ね、枚方の建築審査課、審査課に行ってね、あなた方は工務店の社長が来た時には門前払いしたらしいがね、これ私が調べたら
ね、杭を打ってないではないか。ね。だからこれね、検査機構がストップかけてるじゃないか。言うて、やったところは、ね、ようやく、平方の建築審査課も、ね、これ、本当に、これは、耐震偽造のマンションだ。ね、それを認定して、やるまで、なんと、半年かかったわけなのに、私が、ね、相談を受けたのが、ね、ちょうど、平成20年の1月の21日だったんですね。そして、9月の30日に、とね、思い出しますね。平成20年の9月の30日に、退去命令。ね、要するに、56名の入っている住民は、この建物から退去しなさい。ね、いう命令が下ったわけなんですね。行ったら、ね、マンションの入り口にね、退去命令っていうのが貼ってあったんですよ。ね、この建物からね、9月30日まで退去、ね、命令っていうのが貼ってあったんです。これで私はね、勝ったと思ったんですよ。そうでしょ？ね、56人、ね、耐震偽造されたところで、ね、この私利私欲のために、このオーナーは、ね、出る気ですね。64本の杭を打たなければならないのに、コンクリートだけ流して、それで、ね、自走して、そして家を、マンションを建てたわけなのに、そういうことがあって、私が、ね、これをやったら、ところがね、私が、ね、またここで、府警本部と門場所が私をね、冤罪として作り上げたのは、ね、その私が活動をやっている8月にね、とんでもないことが起こっていたわけなんですね。と言いますのは、このマンションのオーナーですね。このオーナーが、門真市の、ね、門真市のですよ、水道組合の理事長をやっていたわけなんですね。建築には当然詳しいですね。水道屋で、水道株式会社菅屋と言ってね、この菅屋という水道会社ですわ。株式会社菅屋って言ってね、やってて。それも、門真市の水道局の2階に、ね、このアコーディオンカーテンをつけて、パソコンを1台置いて、職員を抱え込んで、門真が発注する水道工事の、ね、9割、これをすべて一手に受けていたことが私の調査で分かってきたわけなのに。そしてそれを掴んだ東電開示請求をしてですね、この菅屋というのが門真で公共工事として一体年間何本くらいね、門真市の工事を受けているのか開示請求したんですよ。そうしたところね、とんでもないね、この、菅屋という会社、水道会社が、水道工事をね、門真市の約9割を、じってり受けていたことが分かってきたわけなのに、こういうからくりなんですね。例えば、建売り屋さんが門真市に土地買いますね。200坪の土地を買った。そこに、建売りを、ね、10軒建てる。そうした場合に、よその市から来ますから、建築申請書を通って、さあ、まずは水道工事からですね。そうした場合に、門真市の水道局へ申請しに行きますね。ところが、行政というものは、ね、順番を踏んでいったら、申請してから、3ヶ月くらいしてから、ね、工事の許可が降りるらしいんですが、門真市の入札参加資格申請書を持っていて、ね、その門真市で仕事をしている業者に頼んだら、だいたい許可が1ヶ月くらいで降りる。ということで、ね、門真市の水道局へ、よそから建築屋さんが、水道局がこんにちは、ね、うちここへ建て売りしたいんで、10軒ほどの建て売りしたいんですが、水道許可お願い、ね、工事許可お願いします、出していったら、ね、それ言われて、
誰か皆ね、建築屋の人はよく知ってあると思うんですが、誰か門真市でね、水道工事認定者はおられませんかと聞いたら、職員が、窓口の職員が、あ、株式会社菅谷に行かれたらどうですか、これを言うから、ね、なんとその申請をそこに頼みに行ったら、下請けですね。元請けが当然、門真市の水道局行くけども、そこへまともに出したら許可を降りるまで3ヶ月かかる。ところがその菅谷に頼んだら、1ヶ月で水道工事のね、許可がもらえる。だったら、当然そこへ頼みに行きますね。そして、この菅谷は、それを下請けとして、ね、自分の会社で工事を行う。このようなシステムが出来上がっていたわけなのに、それを私がね、これは官製談合や、こいつ一人でもやっとるということを、この広報して活動したんですよ。そうしたところに、ね、面白いことに、ね、この菅谷というのと、前の水道組合理事長とどうもトラブルしていたらしいんですね。そのトラブルをしていた、その前の理事長をどうも、ね、官製談合やったと。門真市の市議会議員と前の理事長が2億ぐらいの下水道工事の談合やったということをね、どうも門真警察にこの菅谷というのがね、告発しとったらしいんですね。そしてそれでこの菅谷が告発したものでね、府警本部と門真署はどうも特捜部を門真署に作っていたらしいんですね。そこに私が、枚方の須山で、この菅谷は、枚方の須山に耐震偽造のマンションを作って、そこに学生56人が入っている。大変なマンションだ。なぜこんな水道工業理事長がね、耐震偽造したマンションを作ったんだということで広報していたわけなんです。そうしたところ、ね、その同時に、8月の同時に、この門真署の、ね、内に大阪府警本部と特捜を作って、そしてその市会議員とね、前の理事長を逮捕する捜査やっていたらしいのに、さあ、門真市の水道局っていうのは中央環状線沿いにあるわけなんですね、門真市の。ね、駅の、あのモノレールの駅のね、ちょっと北側にあるんですよ。ね、そこに、ね、私がこれで外線、中央環状線からね、この水道局、菅谷は、ここの工事9割を横取りしているということを候補やっていたんですよ。その時にちょうど、府警本部と門真署の特捜部が水道局に捜査に来とったらしいんですね。それをやって30分ぐらいしてから私の携帯になったわけなんですね。携帯になって、さあ、そこで私は、取ったら、堂村さん、今水道局行ったら、左腕に捜査という腕章をかけた連中5、6人が、ね、書類を見てました。となったんです。私は当然、ね、この話も、門真署に、ね、この菅谷が、向こうに枚方に作っている腕章耐震偽造だ。これを取締にしてくれっていうことを、門真署に私はね、図面をコピーしたやつを渡していたのに、ね、何の通知もなかったわけなのに、その裏で、この、菅谷が前理事長と門真市の現職の市会議員が2億円のね、下水道工事の不正で談合したということでリークしとった。つまり同業者前の理事長を売っていた、警察に売ってたわけなんですね、こいつが。ところが、その私のね、ちょうど門真の水道局にね、捜査が入っていった時に私がこの赤いスピーカーでね、中央環状線からここの水道局に出入りしている株式会社菅谷というのは、ここの工事一手に向けて独占してるではないかということを中野捜査員が聞いたらしいんですね。そしてその日のうちに、その刑事の連中らは、ね、門真署へ帰って、なんや、このリークしたのは、談合のリークをしたのは菅谷けども、菅谷も同じことをしているじゃないかということで、その捜査がポシャったらしいんですよ。これは後々分かってくるんですね。その時私は知るはずもなかったんですね。そういうことがあって、ね、門真氏がポシャった。さあ、門真氏、メンツありませんね。
府警本部に目玉を食らって、ね、ちゃんとしたものを上げてこなかったんだ、ということで目玉を食らって、特捜部は、本部の特捜部は引き上げたっていうんですね。それが分かったのは、ね、9月の、要するに、マンション、平方の瀬山のマンションの退去命令が出て、9月して10月のね、確か第1週だったと思うんですがね、ある新聞記者から電話入ってきたんですよ。ね、堂村さん、どこにおられますかって、ね、今、東大阪におるけどもって言ったら、そしたら、門真にお見えになりませんかって言われたんで、行ったんですよ。喫茶店に。そしたら新聞記者が待っていて、堂村さん、特捜部は引き上げましたよ。このように教えてくれたんですね。つまり、捜査に入っていたけども、ね、もう、私と同じこと、前の理事長と菅谷と同じようなことをやっていたんで、もう、捜査がポシャってしまって、ほんで、もう引き上げましたということを教えてもらったわけな、くれたわけなんですね、新聞記者が。さあ、ここで、ね、後で分かったことなんですが、その菅谷が、私を、ね、名誉毀損で訴えていた、言うんですね。門真署に。さあ、門真署も、そうですね。門真署は、自分が大阪府警本部に持ち上げた事件を私に潰されたという格好になったわけなのに、門真署はちゃんと調べもせずに、菅谷の口車に乗って、前の理事長と議員を、市会議員を、官製談合かなんかで、ね、逮捕させる、その捜査が入ってきた。さあ、持ち上げて、一番最初にそれを受理したのは門真署ですね。門真署は単独で役所に入ることはできませんから、ね、本部へ上げた。本部が来て、捜査本部を作って、そして調査をやっていた。ところが、告発した、その人間も、私が同じように、こいつやっとるやないかということがバレて、だからその捜査がポシャった。ここに、この門真署は、私にターゲットを絞って、菅谷に、ね、名誉毀損で訴えよと言ったらしいんですね。そして訴えた。さあ、これで私は、ね、突然、名誉毀損で逮捕されたわけなんですね。さあ、平成20年の、ね、10月、ね、確か5日だったと思うんですね。このようにしてね、とんでもないことで、ね、私はね、実刑、ね、このようにして何回も、ね、罪でもないようなことで、私はね、出る杭は打たれる、出過ぎた杭は抜かれる、ね、3回も4回も、ね、やられても、私はね、ほんまに雑草のごとくね、このように今でも堂々と活動をやっているわけなのに、決して私はね、世間に後ろ指をさせるような悪いことをした覚えはない、自信持っているわけなのに、それは今ね、おそらく、ね、司法の連中、府警本部の連中らも、私とね、こう接触できた人間は、ほとんどものが知っているわけなのに、ですから私はね、権に屈せず、理に走らず、正義と心は絶対に恨む。これを大義としてね、これからも、ね、この袴田さんの無罪、ね、無理やりでっち上げて作った警察のやり方、ね、そして今、私がこの活動をやるようになってから、府警本部、私から、ね、もう2回も3回も逃げてるんですよ。特捜部が逃げるんですよ。ということは、どういうことかというと、それほど、警察の中身ではないんですが、警察の OB ですね。この OB の連中、60歳以上の連中らが、役所という役所に全て、甘くたりしていっているわけなのに、ですから、今の役所は悪いことをやり放題。ね、隠蔽するために、己らが税金で飯を食うために年金もらうまで5年間、役所や企業にゼネコンに甘くたりするために、府警本部の連中、全部検察庁である裁判官であり、みんなそのような奴らが、私たち国民の税金を食い潰している。ここに私はね、着目して、ね、言っても、もう、今の警察に、行政の悪性不正を是正させるような、取り締まるような、正義のある警察なの、一件もないですね。私が持っている書類、ね、本当に事件であるのにもかかわらず、
それに事件としようともしない。これが今の世の中、そして冤罪が作り上げ